いやもう日本の格闘技界全てを作った試合ですね、あれは。まあ、いわゆるブック破り的な、お互い画面ボコボコに殴り合って、猪木さんの技はとにかく痛いって話を聞きますよね。まあ、顎とかも使うって言いますからね、猪木さんは。坂口さんはそれはもう当然強いでしょうね。いや全員裏で、スパーリングをして誰も叶わなかったっていう話もありますね。いやおとげ話なんでわかんないですよ、本当かもしれないですから。